1問目のお題はこちら、童話3匹の子豚の原点では存在していたが話にいらなかったため消えた4匹目の兄弟。童話3匹の子豚の原点では存在したが話にいらなかったため消えた4匹目の兄弟。こちらのお題で、はい、親御さん、家が吹っ飛ばされるたびに兄者と言いながら泣くブス。テキサスさん、家を建ててる時に隅でエアギターしている名前なのですけど、狼さん、こっちこっちっていうあの裏切り者と言ってる。しごしぎさん、粘土で家作ってて吹き飛び映えしなかったコロコロコロっていく。キスガイさん、マジカルピックブタンティンというホームページを運営している。魔法のアイランドっぽい。ポポエラさんさん、ゼネコンを組織して家を建てる。テキサさん、いつもバイトに行ってる。おへのらも兄さん、困ったな、もうレンガの家しかないと思うんだけど、どうする兄さん。ベトモさん、あの飛んでったレンガをフクロウに売って生活していく。いらない広がりが世界観に。はい、オリガさん、いやでもね、豚は意外と綺麗好きなんだよね。アメチシキ。小林花壇さん、ママ、僕は実家にいるよ。みんな家、みんな家さんで出てったから。はい、伊勢谷さん、豚はホームで建てた。材料の買い出しをさせられている。すいません、遠くてえって言っちゃいました。俺のラムイーさん、あのレンガの家で勝利した時にざまみろ殺してやる。小物すぎるって。俺のラムさん、ブヒブヒブヒってな、一番豚のやつ。ここやったからさ、この話にはいらなくて、あの鬼を倒すため一人ずっとトレーニングをしている。では俺がさん、ウルフ君久しぶりだね、僕だよ、腐れチンコボタン僕だよ。絶対いらないな。ペトロさん、3匹の子豚が飼ってる豚。怖い世界だった。キスギアさん、トリュフを探し続けて海を渡った。しごしぎさん、実はこの4匹目はね、レンガを作った長男よりもさらにお兄ちゃんの本当の長男なんですけど、そういうことはなんか次男が賢いことになって、次男が賢い話は意味わからないから。おれやさん、4匹目の僕がいらないだって。5匹目もいるでよ。無駄に連載を引き伸ばしたみたいな。残り1分。石川さん、牛と鶏のクォーター。豚入ってねえじゃねえか。豚が2分の1入ってるのか。小宮川さん、特徴が友達が多いだけだった。ペルノさん、狼と結婚していて間の村で畑仕事をしている。テキサスさん、女王様に豚と呼ばれて嬉しそう。俺のアンサー、序盤も序盤に僕には知り合いの凄腕ハンターがいる。話が終わってしまう。テキサスさん、飛べた。次はさん、一人称がフォークで生姜を背負っている。食材すぎる。俺らのさ、何じゃ俺も行くよ。ブーンディック玉に乗って。ここカウントいきます。5、4、3、2、1。はい、目を置いてください。ペルタモさん、家を飛ばされるために言わんこっちゃない、口酸っぱく言ってたじゃない。おつぼえみたいな。しごしぎさん、なんか絵に描きづらい、こう
トゲの銃で撃退した。ひすぎ屋さん、生まれつき眼帯をしている。生まれつき。オーラさん、いや、何するんだろう。ああ、わらの家、軽くてね、すぐできるからコスパいいよね。木の家や、ちょ、嘘だ、レンガの家、これならいいよ。僕は餃子さ、おいしいんだ。果物野菜たちが通う聖火学園始まって以来の問題児ばかり入学してきた図書の出来事。果物野菜たちが通う聖火学園始まって以来の問題児ばかり入学してきた図書の出来事。じゃあ、スタートです。はい、下杉さん。他がすごすぎて、チンコの大根が霞んでしまった。小屋川さん。パプリカ、パプリカ。ペルトマさん。よく見や、全員ソースにしたさ。いっぺんに。俺らさん。あの、ルーキーズのアニアが、物質でセックスしてて、見つかった時に、デイマンって言った。調子合わせに来て。はい、杉田さん。1年8組エシャロット、この学校のてっぺん取りに来た。テクサさん。甘いが褒め言葉じゃない世代。甘いばっかりの時代は、ね、終わって、さあ1分経過。さあ、かなりカッチリとした答えなんで。ペトモさん。いや、なんか俺みたいなナスが言うのもあれだけどさ、なんかちょっと野菜すぎない？俯瞰してるナス。俺らさん、まさかのあの人参が問題児で、教師集まれ、お前ら来月から一人6万円ずつ持ってくるよ。大学からこんなやつに困ってる。杉上さん、目を閉じてるやつが強い。はい、小早川さん。夏休み明け、全員焼きナスになった。ナスばっかりじゃねえかね、しごしぎさん。レタスがすごい動いてるんですけど、生きがいいってことになって、いや、でも多動の子には段階に応じた支援が必要なんだ。開けてみないと中にいるのが優等生かヤンキーかわからないアボカド。ペルトモさん、先生を妊娠させて、あの食物繊維たっぷりの子を産ませた。オリアムさん、かぼちゃ悪いやつですよ。あのね、たまに喉が潰れてる八百屋の店主が来てくれるんですけど、かぼちゃ、あなた喉が潰れてますね。振り返落ちまで早すぎる。ここやり方は、先生が、お前らは腐ったバーベキューだ。テキサさん、穴開きの制服できたレンコン。オリアさん、全員退学にして5個泣きを得た。ペルトモさん、9割る3は4、インテリア褒めろ。テキサさん、校舎裏で大気を吸っている。よくないもんなら大気、まあ多すぎてもね。塩澄さん、バナナは勝手に黒くなるので周りがいじめの後に気づけなかった。オリラムさん、あのトマトが生きててだって文句なら鍋に入れてみろって言って、トマトは鍋に入れても美味しいじゃ美味しいんじゃないかねということです。誰？急に外から喋ってくる人。はい、テリーさん。俺は絶対とんかつ屋に行かねえとグレるキャベツ。では5カウントいきます。5、4、3、2、1。はい、ではいける人。ペルトモさん。白滝です。この学校を鍋にしに行きました。白滝入っちゃったらもう鍋だろ。はい、テリーさん。
そいつをいじめたら、あたしがやりな。玉ねぎ。はい、では以上です。あ、意見が二つ目。森山さん。ライチがやりまんすぎて、学校が滅んでしまった。まあまあ、受けてやったから、出した会話ありますので。